じゃあ、だるまからポップラまで。僕らね、あの3人同級生でやらせていただきましたけど、その昔にですね、3人でちょうど同じような時期に入院したことがあるんですよ。なんで、僕は糖尿気味で検査入院しまして、その頃は原田君じゃなかったんだね、神戸君なんだよね。神戸君が腰痛かなんかでね、でこの人平野君は、心の病でね入院してまして、みんなで退院して、このまあひどい目にあったねというねでやっぱり飲みに行こうぜというんで、難波から梅田から難波までっていう曲にね、ちょっと詞を勝手につけさせていただいて、だるまからポップラまでっていうのをやってますんで、聴いてください。もし楽しかったら手拍子なんかご陽気に、ご陽気に。今日はちょっとゆっくりめにやっております。もうぼちぼち出かける時間、いつものようにこの道を通って、さあ君に会いに行こう。待ち合わせに遅れないよ、シャツもパンツも散歩しましょう。泣いて病棟泣いたから眼科まで、心ウキウキ、僕はドキドキ、さあこれから楽しい検査、飲み屋街でもだるまからポップ
裏まで。ありがとうございます。ただの皆様の拍手をありがとうございます。